じゃあいきますよ。おーヘイハイケイフィニッシュ。このキノコいつも俺にひどいことする。さあ頑張って逃げていきましょうか。問題コンピューターに邪魔されることが一番怖いんだがな。一番怖いと言ったんだがな。俺一番怖いと言って、いやごめんな、これキノコ今どこにいんだっけ。ここだよね。左側行けるかな。あ、物は試して使ってみるしかねえかも。もうピーチを踏みつぶす勢いで行こうぜ。さあ変質しまして、まあとりあえず温存しておくよりも使った方がなんかいい疑惑あるんで、いきます。ポン7、数字は申し分ない。4、11ね。オッケーオッケー。どっち、バカ野郎、なんて無様な、なんて無様な使い方だ。最低最悪の使い方。さて今俺キャンディーが3つある状態なんですよ。で後ろにここにいるんですよ。でピーチじゃない、あのクソキノコがここにいる。どう行こう。普通に俺しかないよな、でも。4、マイナスだな。俺もマイナス。キラキャいるかな。キラキャはいるよな、絶対。いや、でもラッキーマス踏むためにはいるかな。ラッキーマスター何個もらえんの ?1 個でしょ。だったらこっちのキラキャの方がいっぱい取れそうなイメージあるしな。ラッキーマスは運で止まろう。今は俺まだ4位だけど、まだ俺の攻めのターンはまだね、どうなるかわかんないから。後半がどうなるかまだわからん。で、4。どっち行く ?4。くそ、クッパマス行ってほしかったな、こいつ。で、ぴったりキャンディー手に入れたが、何してんだ?クッパキャンを捨てる、そう。コンピューターは謎である。さっき買ったはずのものをなぜか売る。何を考えてるんでしょうね。で、あらやだおばさん。4。惜しいなぁ。3だったらね。3だったらクッパマスだったのに。ね、近いんだよ、みんなが比較的。比較的みんなが近い場所にいんのよな。で、キラキャン、やばいやばいよ。やばいよやばいよ。何感じしてんだよ。いや、クッパキャンもったいねえ気がすんだけど。やばいよ、頭がおっとり。やばいよやばい。危ねえな、お前。なんでそんなみんな赤マスに踏むかね。なんか赤マスみんな気に入ってんのかな。異様に赤マス踏まない。そして1対3多すぎない。また一人が、どうせ有利のゲームでしょ、あれでしょ、キノピコお得意のあれでしょ、なんか雪投げるゲームで俺をいじめてくんでしょ。何、よかったハッピー。さあ出た、アームの弱いクレーンゲームで、俺が止めて、ピーチが支えて、ゲッソーが支える。いや、なんかそんなあれだよね、グリードアイランド編のヒソカとキルアとゴンの3コンビみたいな感じだよね。あ、ごめんなさい、支えてありがとう。オッケーで、俺ちょっとこっち側に、おいおい、大きいよ。うー、ごめん、取って取って取って、オッケー、ありがとう、取って、ごめん、俺が時計塔塞ぐから、俺が時計塔塞ぐから。オッケーオッケーオッケー、いいよ、はい、オッケー。うー、やばい、うー、やばい、ちょちょちょ、オッケーオッケー。16、あいつも16取ってやがる、うますぎ。そして後ろでズカズカ歩くノコノコ。ゲームで負けたのかな。明らかに曇ってた顔してたもんね。いやー、マジで真後ろにいるピーチたちどいてくんねえかな。真後ろピーチたちどいてくんねえから。4、どっち、赤マスだ。やばい、俺レッドスター目指そうとしてる。いや、これが後に響くと見たね。俺この赤マス踏んでんの何か意味があると見た。俺の運命に、俺の運命にかけるね。俺の運命にかけて、この赤マス踏むの何かあると見た。逆転のために必要な不可欠な行動だと思うね、俺は。え、なんだお前は。それ誰一人としてキャンディーを使わないのが怖いんだけど。何があったの?なんでそんなみんなキャンディー使わないの?それでお前なんかどうせクッパキャンとかしてんだろ。ほら見た?なんか怖くない?強者の余裕だもん、あいつ。もう私だって、こんなクッパキャンなくても勝てるし、と思い込んでるもん。それがお前の範囲。ピーチスタート。さすがにキャンディー使わない。銃、でかい。うん、ぴったりさえ、これで、なんか、あれかな、キラーキャンディとか捨てんのかな。コンピューターだとそういうことありえるからな。よかった、さすがにぴったりさえだよね。うん、ぴったりキャンディ諦めた。で、どっち ?6、5、4、3、2、危ねえ、逆転マスいきそうで怖い。ゲスト君もできれば前行ってほしい。行ってくんない?ここでキラキャン?なるほど。ここでキラキャンを使うか。俺に体当たりする気か?3、うん、1、うん、まさか、うん、ひっくじゃあそれ届く、あいつに、俺には届くね、つらけんなよお前お前後で覚えてろよ、本当にいいな、覚えとくんだな。
お前の顔覚えたからな。なんならこの顔で覚えやすい顔すぎるからな。クソ、散財しやがって。こいつもレッドスター狙ってる。どうすればいいんだ俺は。クッパキャを使うべきか。なんでてめえと組まなきゃいけねえんだよ、イカ野郎。いや、待て。俺たちはレッドスター仲間、仲良くしようや。とげで、ね、好きだな、プクプクレイク最近。いやー、マジで足を引っ張んないでほしいな、ゲッソ。頼むぞ。お前に足があるのかどうかわからんけど、足引っ張んなよ、絶対に。お前絶対足引っ張んなよ、ほんとに。いいぞ、俺、こげこげ。頑張ってこげ、ほら。こげこげ、いいぞ。で、こっち行きます。いいよ。いいよ、いいよ。で、俺ちょっとこっち側行くからね。オッケー。で、こっち行って、いいぞ、いいぞ。で、あそ、あいつはあそこに引っかかるから。オッケー、オッケー。で、お前もこっち側行っての、いいぞ。そのまま直進しろ、ゲッソ。オッケー。うん、これはどっちだ、俺の方だよな。あ、よかったー、よかった。さすが俺たちの方が近かったもんね。いやマジでね、コンピューターあれに引っかけたら抜け出す方法知らないからな、マジで怖い。そして俺の金99コインスター1。いやみんなここは走ろう、ここは俺走るわ。一回ちょっとキラキャン使うわ。一回キラキャン使う。クッパキャンはもっと大事な場面使いたい。キラキャンだったら1個出しかなり進めるからいいと思います。でかすぎ、いやでかすぎ、まさか引く何今の、期待を裏切ったような裏切られてないようなって感じ。お前さらにか、お逆転裁判よーな。あキノピコさんよ、さっきはよくも俺たちのやつを盗んでくれたねーなあ。クッパさんお願いします。なんなら集めてくれるやつの方が良かった可能性あるけど。さあどうするお前ら、特にキノピコ、お前は俺の射程圏内だぜ。クッパキャンディ2枚の恐ろしさを味わってやろうか。ほう、逃げるのか、このウルから逃げるのか。せっかくキャンディショップの親父が試験終了チャイム直前まで問題を解いている受験生のような必死こいた気分で教えてくれたというのによ。待って待って、あのサイコロキャンディの親父関係ねえな。でどっちだ、あいってきます、いってらっしゃい。いやーここに来て運が向かなくなったね、あいつに。さあスターを1個奪っちゃって。でもそれ俺のスターなのよな、よくよく考えると。元に俺があげたスターなのよな、こいつに。いやーなのに1はまだ健在。あ、これで DK マスでもらった分のあれはなくなりましたね。さてどうしよっかな、これ2分の1は俺が引けるかどうか。ディスニーするしか、ん、お前ディスニーいけんのか。違う、結構スター均等に持ってんだな、俺以外は。俺以外は割と均等に持ってんね。うん、元を取り返したね。で、どっち？すげえ！ディスニーあいつ！運命を信じるか信じないか、あなた次第。あら。まさか、全員集めるとか言うんじゃないな。全員集めるんだったらやめろ、ほんとに。いいのか？いいんだな？なんで逆転かい。まあ、逆転ならいいけど、キノピコに抗議できなくなったし、ただあいつスターを失っただけだし。いやーこれはクッパキャンで届くの射程圏内にいねえんだよな。でゲソは何すんの、ダブサイ今で、今ピーチが1位になってんのか。で66ベンゴー、これルイージもうほーつっちゃってるもんね。なんとそいつが揃いました。これは珍しい。10個に差し上げます。意外としょぼいで、12マス進んでってキャンディー買った。クッパキャンか、これはキラか。意外とクッパキャン買わねえんだな。移動マス多い方がいいのかな、どうなんだろうね。さんで、おいまさかあいつ移動しすぎじゃね。先に行ってくれるなら別にいいんだけど、どっちみち2分の1マスなのよね。2分の1、あ、あそこは2分の1じゃないのか。え、いけるクッパキャンで。かけてみる、ちょっと次。4人用。さあ、4人用となると何が来るか。正直ランダム。で、いや、終わった終わった終わった。俺、コンピューターの精密動作性に勝てないのよね。どうすれば勝てんだろうね。いきます。で、こっち行きます。いや、あいつら早いもんな。はい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 、俺ぐらい、俺もこれぐらいのペースで塗りつぶさないと負けるのよね。いや丸書きづら。オッケー、はい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 、オッケー。
あー、はい、オッケー、はいはいはい、あ、やべ、潰せなかった、なんで今のダメなの、はい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 、オッケーオッケーオッケー、おっと待って、オッケーオッケー、はい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 、ちょ、ここら辺抜いてない、オッケー、でここら辺で、あーもうダメだ、もうこのもだつきはもっと取り戻せない、10、あいつは絶対11だもん、絶対11なんだもん、勝てないもんマジであいつら精密動作性エグすぎる、覚えてるよ本当に、もうナストゴタン早いねイントネーションおかしくなっちゃった、ねえねえ気がついたらもうゲーム終盤なんですけど、知ってんだ、皆さん聞きました、手厚が残り5段となりましたね、今の順位はどうなってんだ、1桃、2キノコ、3イカ、4ヒゲ、あー横に使えたんで逆転は起きるのか、これ最後望めつなぐチャンス、アタックチャンス、違う、まず俺にくれ、ビノルイジェ血統キャンディ1つプレゼント、あ血統くれん、あここ血統もらえるんだっけ、でもなぁ、決闘なぁ、そしてすべてのマイナスマンにコインブイロ、それ以外のマジナー1コインセットだ、ファイヤー、ファイヤーすんな、ねえねえこのマネコン早いもんじゃんの、どうぞどうぞ、さあこれで少し面白くなってきたなぁ、そういうことは頑張りやす、はい頑張りやす、さてじゃあこれちょっと決闘キャンディ使ってさ、決闘キャンディ相手のところに確実止まるよね、それ使った後にさ、あいつは進むじゃん、そして俺のターンじゃん、地獄見せない、ありえそうじゃない、ありえない、ありえるでしょ、さあ今まで溜まってたお前の不幸を今ここで幸運に変えろ、まず7ラッキーセブン、微妙で、はい、どっち、マス目が多い方行ったなお前で、誰がいるか目の前に、お前だ、そうまさにミラメルと燃えてるルイとゲストがミニアルミノリサスタや、なんてミニアム勝てばダーツレートライバル持ちを奪います、頑張りましょう、イカ焼きにしてやるよ、じゃあミニアムルートスタート、やったことないやつやってきてくれませんかね、でもないんすかね、もう DL ミニゲームやってないやつって、なんかないんすか、作ってケーキ、いや作ってケーキか、コンピューターの精密動作性に正直勝てる気がしなくもないが、いきます、ちょっと待って、掴んでない。なんか初手さ、掴まなかったんだけど、A ボタン押したのに。それさ、なくない?あ、やべえ、しまった、逆にしまった。あぶねえ!オッケー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 、いいぞいいぞいいぞ、焦ることなかれ。オッケー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 。はい。はい。あ、ミスっちゃった、 A ボタン押せてなかった、くっそ焦った、くそったりゲッソー、くー、決闘挑んだの意味がない、いやまあ待て、俺の本命はクッパキャンディーだ、それでやつを潰せばいい、よし勝てゲッソー、あーツルレットだ、5コイン5コイン5コイン10コイン 20?10 危なかった、オッケー情けない声出たね今俺 20? ってすっごい情けない声出たね、まあまあまあ10コインぐらいはしたかねえよ、スターさえくれりゃいい、え、ちょっと待って、ここで止まったら、あ、さよなら、どうかお元気で、いや今日もう失った恋を倍額で手に入っただけ、で、そもそもキノピコってどこにいんだ、あいつを射程圏内に捉えたいんだが、あいつマジかに俺の横か、まさかこいつ身を出してギリギリ俺から逃れる気か、ありえる、はあこいつやってるわ、確実にやってんね、こいつ俺からスター奪われたくないからって必死だわ、やばすぎないか、ちょっと待って今回俺ペケありえるぞ、やばいね、全然ペケありえるんだけど今のとこで、ゲソー、いやそうよね、ゲソー、ゲソーそうだよね、やべえ一番最初のターンってのがこれ来て効いてきてんな、頼むゲソー、反転のとこに止まってくれ、3 5 15、おお3 5 15 13だったわ、さあどこに止まる、さあまた一番最初外れ、7 6 5 4 3、うこれはゲッソー、ゲッソー、やってくれたのかよ俺のために、やっぱ持つべきものはイカだな、やっぱ持つべきものはイカだわ、みんな、いこれはアタックチャンス、しかも4人読みゲーム、そっかさっきコインあげたからね、さっきコインあげたからそのお返しなんだね、ゲッソーありがとう、
お前のスターいただくわ。で、分裂バブル？さあ、分裂バブルですね。まあ、こんな火山噴火したらまず助からんと思うけどね。火山がたとえなくなったとしても。なんでこんな冷静なんだろうね。慣れてんのかね、やっぱマリオの、やっぱクッパのステージとかで火山は。ありえるよね。真ん中来んだっけ、これ。誰の子来る？俺の子来てね。やめてもらえない。オッケーオッケーオッケー。踏むとこいつら遅くなるか。遅くなるんだよね。だから遅くなるから、あんま、なるべく踏んでた方がいいんだよね。オッケーオッケーオッケー。ほい、危ない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 。さう、あの女、あのアマ、クソ、主役作品、来年にもらってるからって、調子に乗りやがって、やるかどうかわからん。